はい、皆さんこんにちは、ワンダイレクトビーチです。では今回は源平合戦源頼朝編続きをプレイしていきたいと思います。現在1181年の3月になっています。ここまでのところ、まずは八重との間に生まれた千鶴丸、これを謀殺した伊藤助親、この討伐のために伊豆に出陣しています。ここで鎌倉殿の13人では、国村淳さんが演じている大場景親、これを撃破して伊豆を頼朝の勢力圏に収めています。伊藤助親はね、残念ながら取り逃していますが、大場景親、伊藤助親、この二人をね、無事に撃破しています。その後遠江まで進出、兵士勢と一戦交えたというところまで、お届けをしています。今回その続きになります。で、今回なんですが、まずですね、最重要項目として3つ考えています。まずは甲府、そして上野、このあたりの豪族とですね、しっかり親善を行う、協力をお願いしておく、これをまず1つ。2つ目、朝廷に対して徹底的に関係を良好に持っていく、これを行っていきます。このためにですね、優雅の高い武将に関しては重点的に朝廷に通ってもらおうかなと思ってます。これをね、ひたすら繰り返しましょう。お金がだいぶ減ると思うので、お金の管理もね、しっかり行いたいと思います。そしてもう一つがですね、木曽義仲が尾張まで進出してきていて、頼朝軍が上洛するにはですね、少々不便な状態になってます。木曽義仲と一戦交えて美濃へ進出せざるを得ないので、今回は木曽義仲と一戦交える、それをね、行っていきたいと思います。では時間を進めていきましょう。ではまず方針に従って懐柔を行います。一番最初は武田信義、ここに頼朝自ら交渉しに行きましょう。金は1000ほど持たせます。地方豪族を味方につけるのは重要ですからね。で、今武田と交渉して、この後新田、佐竹と領地を隣接しているところには使者を送って有効度を上げておきます。では藤原の国道で合ってるかな、これを朝廷に派遣しています。現在有効度57あるんですが、これが5上がって60になりましたね。そろそろ一度ね、官位をくださいと申し入れをしてもいいかもしれませんね。では内政一通りやって時間を進めます。興福寺で基礎勢、そして兵士勢が戦って、兵士勢が勝利しましたね。これで基礎勢の力というものが少し落ちた感がありますね。尾張に進出するのは一旦様子見しましょう。これ尾張に兵士が進出してくる可能性が高いので、あえてね、基礎勢と戦う必要はないかなと思います。では比企能員を朝廷の者に元に派遣してですね、念願の官位、これをもらいましょう。前回の動画でも簡単にご説明した通りなんですが、このゲームですね、官位が高ければ高いほど引き入れる正規兵の数が増えますので、どうしてもね、武将に関与を授けたいんですね。
残念ながら、何ももらえませんでしたね。ただ、もう一度チャレンジしましょう。簡易がどうしても欲しいので、ここは禁じて、平の時家を派遣します。同じく金は1000ほど貢げば十分かなと思いますので、1000持っていきましょう。成果が欲しいですよね。まだダメですね。そしたら、80ぐらいまで頑張って上げていきましょうか。やはり兵士は尾張に進出。尾張を奪還しましたね。尾張が基礎から兵士へとまた変わりましたね。そしてカイロでもやってくるのか。兵士勢の、どうだろうこれ。反撃が始まったと見て良さそうですね。遠江で一貫こもりましょう。遠江で兵士軍を撃破する。これを目論みます。で、ただ単にですね、豪族や朝廷に対して媚びへつらっていただけではなく、きちんと軍事訓練も行ってですね、増兵の数、そして増兵の質ですね。訓練、練度も上がっているので、まあ、十分にですね、兵士を迎え撃つ準備は整っています。平の範盛が、遠江まで攻め込んできましたね。絶対に負けられない戦いですからね。あ、頼朝も出陣できますね。頼朝2700。千葉常胤も1800機率いて出撃しています。ではこれで、兵士勢を打ち破っていきましょう。合戦の前に一句読むのが兵士なんですね。それに返す頼朝もまた何とも言えない感じですけど。では頼朝軍ですが一気がけします。もちろん義経を出しましょう。敵将をね、ここで撃破してきてもらいたいですよね。なんといってもご覧のようにですね、兵士勢の圧倒的な動員兵力があるので、これを撃破するにはね、ここで一人でも多く敵武将を倒しておきたい。乗常が出てきましたね。乗常は1800機か。できればね、3000機率いている武将を撃破したかったですけどね。ここは義経なので問題ないと思いますが、敵も強いですよね。いや、武力100同士だと義経でも心配だったな。さあ、この余勢を買ってしっかり撃破していきましょう。まず味方の情報ですね。改めてですが、まずはですね、今回新しく入れているのがこの佐藤嗣信ですね。義経四天王の一人と言われた武力が非常に高い武将です。あとは弁慶、義経、そしてやっぱり常胤はどうしても入れたいですからね。では敵の方も見ておきましょう。敵ですが、大将宗盛、大納言か。動員力4700、圧倒的だな。ただ武力の高い武将というのは、まあ見ていただいてあんまり多くはいないので、武将の、まあ、能力差でね、この劣勢を跳ね返していきたいと思います。では、回戦です。
義経が捕らえられてしまったな。なに？弁慶がやられたか。打ち取られましたよね、弁慶ね。今、グフってなってたんで。ちょっとここは時間を巻き戻しましょう。敵のやっぱり動員兵力が圧倒的なので、朝廷工作を後回しにしてでも、増兵の数を増やして動員兵力の差を埋める。ちょっとこれを行ってきます。時間戻します。はい。では時間を巻き戻しました。まず頼朝なんですが、自ら軍を率いて出陣の準備を行っています。総兵力 26,600。前回よりもだいぶ兵力増やしました。その分ですね、外交が手薄になっています。兵士の動きも変わってまして、尾張から進出してきていた部隊が尾張にこもっていて、カイロから進出してくる部隊は同じですね。そして、鎌倉なんですが、ここは時政に任せてあります。時政ですね。北条時政を代官として置いてあるという状況です。では、この状態でですね、一旦、尾張に密偵を送り込んで、状況を確認しましょう。比企能員をここでも使います。比企能員は本当に使い勝手がいいですね。これで尾張の状況を確認します。尾張。増兵の数が1万1000か。武将がやっぱりね、動員力の高い兵士勢で揃ってるので、まあ、ただでは、やっぱり倒せなそうですね。では、宗盛軍に対して攻撃仕掛けましょう。頼朝、義経、出陣してます。これ、海上での戦い初めてなんですけど、今回はですね、もう、動員兵力の高い武将を優先的に出撃させてます。ただ、常胤だけは、遠江の守備を任せるために残してあります。弁慶と義経を頼朝のすぐ近くにつけて、中央突破で一気に敵を叩きましょう。増兵4000ずつ率いてますけども、この増兵4000というのはですね、精鋭に鍛え上げてあります。そうか、一騎打ちができないのか、会場だと。義経の一騎打ちで敵を倒すっていうのがね、ここまでのいい戦い方の一例だったんですけどね。では、会場の合戦になります。和歌を読み合うという、なんとも微妙な戦いから始まりますが、まずは敵のね、出方を見つつ、なんとか撃破していきたいですね。船での戦いってなると、操船技術の高い、武将を入れた方が良かったかもしれないですね。では、ちょっと遅ればせながらではありますけども、武将を紹介しておきましょう。まずは、上総広常。これがですね、動員兵力1800持ってます。結構強いですよね。続いて、後藤実元。彼が動員兵力1100です。これもね、結構強いですね。操船丸がついてるんだ。これ嬉しいな。義経も操船丸はついてないか。ついてても良さそうですけどね。ダウンの裏を戦った義経であれば。そして、弁慶ですね。頼朝は2700引いています。敵の情報も確認しましょう。まずは何と言っても宗盛。大納言。動員兵力。4700。いや、この宗盛だけで、源氏側の正規軍を匹敵するぐらいの兵力持ってますからね。これ強いですよね。ただね、やっぱり武力が高いかというと、決して武力が高いわけではないのがこの兵士勢なので、まあ、なんとかね、武将のパラメーターで勝利を勝ち取りたいですね。
まあ、頼朝がなんとかこらえてくれたとしても、宗盛4700が無傷で残ってる状態なので、これは強いですよね。ちょっと根本的に戦略を見直す必要がありそうなので、今回は一旦ここまでにさせていただきます。海上迎撃作戦は良くなかったですね。